ちは。こんにちは。こんばんは。こんにちは。寒いですね、今日は。寒い。ここめっちゃ寒いんですけど、今ケイトがいるところ。びっくりするくらい。今日は僕の青春公園。青春公園の日です。2回目の青春公園です。2回目が一番緊張するからね。そう、10日ぶりです。10日ぶり、2回目。青春楽しい、めっちゃ。今日ももちろん楽しみます。いつかウィンブルドンが見て、おお嬉しい。でもケイト、聞いたんですよ、みんなに。もしユニットシャッフルするってなったら誰がどこやと思うみたいな言ったら、ケイトはウィンブルドンやと思うって言われた。ウィンブルドンになりそうって。そう、でもどれも好き、4曲とも好きやから、どれあっても嬉しい。そう。すごい、ウィンブルドンの衣装めっちゃ可愛いですよね、あれ。ふわふわでね、なんかほんまに妖精みたいな。可愛い。ツンデレ、お、嬉しい。ツンデレもやってみたい。ツンデレもいいよね。全部やりたい、ほんまに。全部、全ユニット制覇したい気持ち。どれやっても楽しそう。全部違うタイプの曲やから、4つとも。そう。だからもし毎週1ヶ月で毎週公演があるなら、毎週変えたらちょうど4週分変わるから面白いんですけどね。そうやってやりたい。やりたいよね。え、全然違う感じの曲だから。ユニット違うと大変かな。でもね、なんか今日リハーサルの時もなんかワカポンという話してたんですけど、なんかこの公演って全然まだケイトとかって2回目なんですけど、2回目な感じしーひんなって言っていう話をしてて、そう、なんかもうすでに1年ぐらいやってそうな感覚やなって言って話してたんですけど、ほんまになんか、だからもうユニットシャッフルするぐらいの気持ち。そうなのよ。いや本当に1年経った気持ち的にはね。まだなんならケイト今日もやってないから、今んとこまだ1回しかしてない、初日しかしてないけど、なんかなんでやろう、なんかわかんないけど、もう1年やってる気持ち。そう、そしたら確かにって若ぽんも言ってたから、そう、やっぱそうやんなって思って。どうですか皆さん。さすがにまだそんな感じはしへんか。ケイトラとかリハーサル期間とかもあるから、そう、リハーサル期間とか合わせたらもう1年分ぐらいやってるんちゃうかなみたいな。本当にそんな気持ち。
ね。そうなんだよね。でも緊なんか緊張はするけど、だから何回やっても緊張はするんですよ、もちろん。こいとつとかもあんだけ約2年ぐらいやってたけど、全然最後まで千秋楽まで緊張してたし、そう、なんなんですかね、このこれは気の気持ちは。ねえ、なんだろう、なんでか、そう緊張はするけど、あ、不安ではないみたいな。緊張はするけど不安はないみたいな。ちょっとわかんないです、この話やめます。自分で何言ってるかわからん、やめにします。うん、そうそうそう、配信する？ごめん、うん、使ってた？うん、大丈夫、覚えてただけやで。ひょっこりいいね。昨日のやつにいいねしようか迷った。いいねしてくれへんかった。ちょっといいねしてくれへんかった。赤ポン、おでこ出してるのめっちゃいい。めっちゃ好き。最近でこ出し増えてない？増えた、ケイトだけやったのに。そう、増えたね。ケイトもおでこ出さ出さへんくなっちゃった。ああ、そう、出さんくなっちゃった。阿部です。お疲れ様です。お疲れ様です。おもろい。そう、なんかツイッター見て、なんかデコ出しどうですかみたいな。ツイッターちゃうわ。X にツイートしてて、じゃあ。ツイートじゃない、ポストしてて、ミカポンがね、そう、デコ出しどうですかみたいな言ってたから、かわいいって送ろうと思っていいねしようと思ったけど、なんかちょっと恥ずかしくてやめた。ねえ、そうなの。なんかケットあんまりあれ、X はあんまりいいねしない人だから、そう、なんか恥ずかし、急に恥ずかしくなっちゃってやめちゃった。そうなの。ね、ま、未だにずっとツイートって言っちゃう、抜けないですね。そう、なんかいい方法ないんかな。 X にポストした、難しい。そう、うん。寒い、マジで。ここ今目の前にココアがあるんですね、自販機に。それのココアが飲みたいなって、あったかいの飲みたいなって思ってるけど、でも飲みたいけどそんな飲みたくない。飲みたいけどホットココアですね、ホットのココアがあるけど、そんななんか、なんやろ、あったかいものは欲してるけど、なんか今じゃないな。そう、最近でもあったかい、寒くなってきたから自販機であったかい飲み物探すじゃないですか。そしたらね、ほんまにちょうどココアだけ売ってないんですよ。コンポタージュとか売ってんのにココアだけ置いてなくて、ね、そう、ちょっとなんでって思ってるんですけど、でも今劇場の中でココアを見つけてしまった。そう、あるけど、なんかココアを、うん、ココアを飲んでみたいっていう気持ちはあるけど、
飲んだらなんかあんまケイってジュース飲まへんんですよ。あんまりジュースが飲みたいと思わへん人やけど、そうココアだけはなんか飲みたくなる。飲みたいけど飲みたくない。わかりますかこれ。なんか飲みたいって思うけど飲んだらあなんか飲んだら飲まんかったら飲みたくて飲んだら飲みたくなくてみたいな変な感じ。そうそうなの。でもやっぱあったかいのはいいですよね。カイロの代わりに買っちゃう冬は。そうだから自販機にあの白湯を置いてほしい。最近コンビニとかにあるじゃないですか白湯。でも自販機にないからそう自販機に欲しいな。そうなのね。わかりますか。そうあの缶の缶ボトルの白湯にしてほしい。こうペットボトルより缶ボトルの方があったかいじゃないですか触った時にね。だから缶ボトル置いてほしい。甘酒も飲みますね。うん。けどあんまり飲み物にそんなめっちゃこだわりないかも。これが好きっていう飲み物の好き嫌いないかも。うん？好き嫌い？好きな飲み物って聞かれたら難しいかも。白湯が好き。水が好き。だから。ドリンクバーとか言ったら損するタイプなんですよね。あんま飲まへんから。そうあでもグレープフルーツジュースは好き。グレープフルーツが好きですねケイト。うん炭酸系もそんなにないかもしれない。今スタッフさんがね自販機でなんか買ってて何買うんかなって思って見てたんですけどコーヒーでした。コーヒーだった。ココア買ってたらもらおうと思ったんやけど。コーヒーでしたね。コーヒーもいいですよね。あったかい。あの外側の話。あったかい。確かに冬はコンポタージュという人多いですよね。あら、オハじゃないよ。さっきもおったね。おったねんけど。さあ、ラビは何を買うのか。何を買うのかな。何買ったん。ジュース。まさかのアイス。えそうやで。アイスここ寒くないもん。なんか全然違う人がいた。まさかの炭酸のアイス買ってた。
びっくりなんですけど、超アイス買ってました。寒くないんだって。めっちゃ寒いのにケイト寒ホット飲もうとしてたのに。いや面白いですね。そんな今日はラビキャプテンの青春公演です。18時半から始まるので皆さんぜひとも見てください。ケイトも出てます出演します。じゃあランキングを発表します。13位カットオーナーさん、ありがとうございます。12位ドカちゃんさん、ありがとうございます。11位花丸さん、ありがとうございます。10位はるかさん、ありがとうございます。9位ちゃうちゃうさん、ありがとうございます。8位くにやんさん、ありがとうございます。7位のりぴさん、ありがとうございます。6位ライフさん、ありがとうございます。5位みちゆきさんかな、ありがとうございます。4位きょうへいさん、ありがとうございます。3位ひとつふたつみっちゃん、ありがとうございます。2位佐藤さん、ありがとうございます。そして1位がガチのつりさんです。ありがとうございます。それではケットは今からあのかわいいかわいい衣装に着替えてきます。じゃあ18時半から見てください。バイバーイ。